英城とは、鹿児島県南九州市英長群阿座城内に存在する城郭鹿児島県の指定史跡文化財に指定されている。英城跡は、イブスキとカイモンだけの間にある。標高230メートル付近の白須台地城に構築された。別名、シシ城、野首城とも呼ばれており、現在も木内、上城山、下城山、高城などの地名を、 永城の後に残している。築造年代は、応援年間のことであったとされ、最初の城主一族は、友政英氏と呼ばれる一族であった。なお、その前に、英地区に存在した一族、平瀬英氏とは別のものである。永城は、肝付剣元の次男である、肝付剣政によって築かれた。県政を外する友政英氏の8代170年に、渡る居城であった。 現在城司には、土塁や空彫りなどの遺構が良好に残っており、本丸跡に、城司標柱と別名の、獅子城司と書かれた、城司碑が建てられている。欧鋭27年から8代170年にわたって、栄養を収めていた友瀬栄氏の居城の跡と伝えられる。この栄城は、現在も当時の城壁や空彫り、土塁などの跡が残っており、戦国時代末期の山城の構造を知る上で貴重な、 資料となっている。1546年、この土地を訪問したポルトガル人の商人、ジョルジアルバレスが、永女と考えられる城郭を訪れ、それを日本に滞在していたフランシスコ・ザビエルに伝えた。それがヨーロッパに伝わることとなり、ヨーロッパで紹介された日本で最初の城郭となった。また、 江戸時代の三国名図杖に七代永尉久志虎の第二五層の天守閣が築かれたとの記録が残っているが、実際の発掘調査では矢倉台こそ出土したものの、五層の天守閣跡と見られる遺構はついに発掘されず、実際は存在しなかったと考えられるに至っている。ともせ氏は、久志虎が没して、八代領主、久志虎が継ぐと、永山川、 いぶすの所領を没収され、谷山へ移されたため、A の地は A 氏の手から離れて、島津の直轄領となるに至った。廃城となった栄城は直轄支配するにあたって、武家屋敷軍が整備され、今でも栄町軍地区には残されている。その時の武家屋敷の石垣などの遺構が見て取れる。なお、文明玄関に建立された大通寺は、 英史の母大寺であり、江戸時代頃までは存在し、現在は廃寺となっており、その跡地には、英史の母東群5期と、歴代住職の母東群14期が残り、王子の遺構を今に伝えている。平成17年4月19日、鹿児島県の史跡に指定された。最寄りの英駅国道226号線独交差点から、車で5分。 JR 伊武す枕崎線営駅から車で5分。ありがとうございます。